元気が出る大チャンネル。横浜ベイブリッジを渡っています。とってもいい天気です。奥にはみなとみらい、そしてその奥には富士山が見えますね。とっても気持ちがいい、いい天気です。ランドマークタワー、マリンタワー、横浜です。 3K の展望台です。デルルルッデデルドゥドゥ、イージス艦横須賀の米軍基地です。デルッデデデデ、あんたあの頃何なのさ。港の横、横浜、横須賀、横須賀です。今日の会場は横須賀芸術劇場です。到着です。さあ会場到着です。今日の僕の衣装はこれです。北川大輔です。寺本圭介です。一条貫太です。見てこれ、潜水艦サブマリン、初めてです。いいよね。ね、いや、あ、すごいイージス艦見える。さすが横須賀からね。さすがですね。クラウン3人組です。イエーイ。ご紹介します。今日のイベントの主催は和倉の池田さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃいました、はい、今回のイベントが25回目ということで、はい、素晴らしいですよね。ありがとうございます。たくさんの皆さん方の力でね、はい、本当にありますよね。会長にたくさん出ていただいております。ありがとうございます。今日はたくさんの歌仲間と楽しいイベントです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、横須賀いいとこですよね。はい、寺本圭介君です。ありがとうございます。兄貴、いつもありがとうございます。とんでもない、元気だった。元気でした。よかった。なんとかいろいろと始まりました。よろしくお願いします。そうだね、今日ネクタイすごいじゃん。またほら、グッチだよそれね。いいね、いいね、やらしいね、いいね、いいね。最近どうなの？はい、引き続き、望郷本線、今、絶好調でございまして、いいね、頑張っております。よろしくお願いします。ね、はい、いい。ご一緒させていただけるときはね、いつもなんか元気いただきまして、僕も兄貴のようになりたいなと、頑張っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくね。はい、ありがとうございます。徳間ジャパンコミュニケーションズ、田辺太蔵君です。はじめまして、田辺太蔵と申します。和歌山県は田辺市出身の田辺太蔵です。実は、北川大輔先輩の お前だけなのさ、うん。この曲僕大好きな曲で、いつも歌わせていただいております。というのも、うん、僕の名前は田辺太蔵。そうだね。お前だけなのさ、太ちゃん。なるほど。という形で歌わせていただいているんです。うん、これもちろん無許可でございます。今日から大丈夫、許可してから大丈夫。それからこの曲、実は僕時代劇の舞台とかをやってるんですけれども、うん、その中で、敵討ち、まあ奥さんが止め無理にね、うんうん、行かないでくれと止めているところを、俺はやっぱり敵討ちに行くんだと、そういう時の、挿入歌としても使われています。あ、お前さん必ず生きて帰ってきておくれよ、待ってるんだぜ、お前だけなのさ。フレームアウト、フレームアウト。はい、戻ってきて、戻ってきて。というような使われ方をしておりまして、はい、大変皆様から愛されている。嬉しいよね。嬉しいね。言うたらもね。今日以降は、北川大輔先輩の、はい、公認でございますので、どんどん歌わせていただきたいと思います。はい、以上、田辺太蔵でございました。今後ともよろしくお願いいたします。はい。一条貫太くんです。はい、平成生まれの湘南ボイス、一条貫太です。よいしょ。はい、よろしくお願いします。僕も大好きでしたね。何お前だけなのさ。もうとっても大好きなんですね。ありがとう。つい先日ですね、北川大輔さんのツインパック、ツインベストのですね、うん、勉強中でございます。あら、嬉しいの。ありがとう。30何曲入ってますよね。そうだね。ですので全部覚えられるように頑張っていきたいなと、うん、
コンプリートできたらいいな、はい、加納源太先生作品もあるし、ね、そうですね、命の花、そして酒場の花が、うん、加納源太先生の作品になっておりますんで、ね、ぜひ応援していただけると嬉しいです、はい、よろしくお願いします、はい、今日よろしくね、はい、よろしくお願いします。元気が出る大チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、小桜舞子です。いつも北川大輔さんには大変可愛がっていただいております。ありがとうございます、はい、今日はあの横須賀歌の祭典、うん、あの久しぶりにあの横須賀の皆様の前で歌わせていただいてるんですけど、今ちょっとあの男性 の、はい、あの楽屋の中にあの挨拶以外で入らせていただいたの私初めてなんで、そうだよ、ね、すごいドキドキです。12月の15日に幸せ桜という新曲が出ますので、うん、あの大輔さんともとも小桜舞子も応援していただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。神奈川県の茅ヶ崎の出身 です。地元が近いです。はい、はい、今日はありがとうございます。よろしくです。はい、イリア舞子さんです。イリア舞子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりですよね。久しぶりですね。はい、どうですか、お元気ですか。元気です。お元気ですか。大丈夫です。すごい元気です、うん、ねえ、いつも、ね、あのエクボと、はい、刃とリーゼント、そうそうそう、ね、いいですね。私もちょっと真似して、あ、いいですね。今日お着物ですね。前半はね、山口県の美祢市のご出身で、すごい、はい、美祢市知ってる人知ってます。いないんですよ。本当ですか。でこれでもね、秋吉堂とか行ってきたんですよ。いいとこですもんね。私あの観光大使です。今日助け忘れちゃった。いいな、いいな、ね、ふるさと大使いいですよね。で新曲の話を聞かせてください。人生七曲りという歌をしました、うん、はい、巡られた全ての方に、そうですよね、言ってますから、はい、あなたにもあなたにもあなたにも、いいですよね、はい、はい、ぜひ聞いてください、ね、はい、ありがとうございます。はい、牧優子さんです。牧優子です。お久しぶりです。お久しぶりです。本当になんかちょっと久しぶりでしたね、はい、そうですよね。というのはみんなも久しぶりなのよね。そうなんですよ、同じ元気だけが取り柄、いいですよね、いいですよね。はい、先輩は北海道の美唄のご出身で、はい、美しき歌の町ということで美唄なんですけど、はい、ただ ね、 いいですね、あんまり詳しく聞かないでね。どうしてですか。私生まれて3歳ぐらいなんですそうなんですか。北海道のこと詳しそうで詳しくないです。あ、そうなんですね、はい、こっち側は長いんですもんね。そうなんです。今頑張っていらっしゃる曲の PR お願いします。はい、はい、今ベニガサの雪という歌でね、これはあの実は牧優子が市原舞子という名前で、はい、あの作詞を、もういいですね、前作の時には花のようにも書いたんですけど、はい、ちょっと調子に乗りましてね、はい、今度はあの両面とも満天の夢というのとベニガサの雪、はい、2枚とも私が書きました。あ、いいですね。今日はよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。イエーイ。今日のステージでご一緒させていただきます、バラの香水を歌ってくださってます香月しおりさんと、そして原木久先生です。今日舞踊で踊りを添えていただきます。今日よろしくお願いします。楽しみですね、はい、ありがとうございます。バラの香水歌ですもんね。大好きです。いいですよね、やはり、はい、オープニングには岩崎さんのコメントがね、ナレーションが入ってっていう音源で歌っていらっしゃるので、ありがとうございます、はい、で紫綬褒章を取られておめでとうございます。ありがとうございます。立派な家元でいらっしゃいますが、今日踊りを添えていただけるということで楽しみにしてよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、北川大輔です。デビュー23年目を迎えました。神奈川県は大松さんの出身なんですね。エクボとヤイボとリーゼントが情報員の北川大輔です。いつも笑顔が似合う北川大輔ですが、もう池田さんには大変お世話になって、今日はもうね、ちょっと急遽ですけどこの舞台に上げていただく時間をいただきました。本当に感謝いたします。ありがとうございます。みんなみんな欲しい泣くからどういいとどこにいるボイスに幸せが眠る隠れ場所夜明けまで出会い触れ合い愛した日々が会うが別れの始まりと分かっているのになぜつらい心で泣いてる男の笑顔
黒髪揺れる女の背中、間に漂うバラの香水。黒髪をそっと刈り上げるバラの香りが、愛している方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。